今日久しぶりにシンハービールを買った。ご存知、タイ王室御用達の超名作。シンハーとはタイの神話に出てくる獅子のことらしい。となると口の中はエスニック、心もアジアにジャンプすべし。海な気分じゃないな。森でもないよな。しかも羊いるし。お、こいつはどうだ。お、いいよ、近づいてるよ。もう一声。よし来た。今日は一人エスニック祭りとしゃれ込もう。今夜の僕は東南アジアの街角をさまよう腹を空かせた子羊なのだ。年に数回やたらとアジア料理が食べたくなる時があるけど、今日という日がまさにそれ。手羽先、手羽元、鶏もも、生姜、レモンにニンニク。よし、始めるか。鶏の出汁はできるだけ骨から取りたい。最近は顆粒のやつでもかなりうまいスープができるけど、料理人としては骨を砕く方が100倍楽しい。鶏って偉大だよな。肉も皮も骨も全部うまい。それでいて安い。鶏だけじゃなくて、カモもハトもウズラもうまい。人類は鳥に救われてるぞ。いつかはどこかで恩返ししなければ。で、今日の料理はタイ料理で鶏肉。ほら、あれよ、あれ。ガパオライスじゃない、パッタイじゃない。カオマンガイ。カオマンガイだ。まあ呼び方はハイナンジーファンとかいろいろあるけど、もう絶対に忘れない。どうしてアジア料理ってやつはこんなにうまいんだろうね。もっといろいろ試してみたくなっちゃうな。今日のこれだって僕的にはかなりの出来だと思うよ。ね、これ今食べてるこいつよ。ガパオライスじゃなくてカオマンガイ。カオマンガイ、もうほんと絶対忘れない。本日のメニュー、カオマンガイとセロリのナンプラー漬け。人類は偉大な鶏に恩返しを。次の料理をご覧になりたい方は BS11 プラスで。